ついに、この日が、やってきた。はい、もしもし。よー、タクト。え？今日が何の日だって？なんか、あったっけ？あれ？もしもし？もしもし？変なやつだな。戦国武将がやっていた。貴様がそんな白眼者だとは思わなかったわ。へえ、よしよし、その辺だね。少年を叩き直してくれるわ。いきなりなんなんだ。誰か、誰か助けて。ミッションコンプリート。やりすぎ、やりすぎ。しっかりしろ、ガルコ。ボーカロイド。プチベキだ。はい、もう大丈夫だよ。かたじけない。ごめんな、カルポ。いや、我の方こそ、取り乱してしまって、申し訳ない。ほら、ルカも、謝って。申し訳ありません。うざかったのですから。あー、今日はカルポの誕生日なんだよね。おめでとう。うん、本当におめでとう。ありがとう、レン殿。忘れててごめんね、ガックン。最近、みんな忙しくて。ほう、何か新曲の練習でもしておるのか？いいえ、ミグさんの誕生日の準備で忙しいのです。ちょ、ルカ、それを言ったら。そうか、我のことは忘れて。ミク殿の。どうせ我はよそのボーカロイドでござるよ。ほら、すべちゃったじゃん。謝りなよ。申し訳ありません。さらに予測してしまって。そうじゃないっつーの。ボーカロイド、無事できぞ。さっきからお主は何なのだ。我に何か恨みでもあるのか。恨み、恨みなんて。デブンはだいぶ遅くなってしまったけど、抽選のイメージも入ったこの衣装、このスタイル、そしてこのビジュアル、インパクトなら負けないわ。そんなものは私には。ルカさん、ルカさん、ルカ、言ってることとやってることが違うよ。は？ボーカロイド、無事できぞ。あー、ひどい目に遭うた。カクボさん。おや、ミク殿。何か我にご用かな？うん。あのね。なんだ？はい、ごめん。忘れ物？かたじけない。僕のパンツはやっぱり白がいい。どうでもいいこと色をつける愚かなやつら。そんな問題は魔法の言葉でたちまち解決。そいつはすげえや。その話魔法キラキラ。そいつはすげえや。またくそいつはすげえや。
この番組はニコニコ動画のご覧の方々の提供でお送りしました。